皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、YouTuber 中田敦彦さんが来年の春にはシンガポールに移住するという記事が出ていたので、これを取り上げようと思います。一人の YouTuber を取り上げるには一体なぜかというところなのですが、別にこの方について言及するためというよりも、この方がシンガポールに移住するということから、一体何が起こっているのかという、いわば日本の政治状況についても説明ができるから、今回の話題を取り上げようと思いました。そして、私の動画を見ることによって、ある程度の資産を持った人たちが、なぜ海外へ移住するという話になった時にシンガポールを選ぶことが多いのか、その点についても、この動画を見れば納得できる人が多いと思います。というわけで、まずは話の前提となる、中田敦彦さんがシンガポールへ移住するよという記事からご覧ください。オリラジ中田敦彦、来年3月にシンガポールに移住、ご近所さんになるガクと遊びに来て、2005年に日本テレビ系エンタの神様でリズムネタ、武勇伝を披露し大ブレイク。2016年にはダンス&ボーカルユニット、ラディオフィッシュで NHK 紅白歌合戦出場も果たしたお笑いコンビオリエンタルラジオ。中田敦彦は YouTuber としての活動が中心になっている。今年10月に2人で5年半出演していたラジオ番組を中田だけ卒業したが、これには中田が来春に海外へ移住することが関係しているという。11月1日にオリエンタルラジオの YouTube チャンネルで公開された動画、中田最後のレギュラー番組ラジラーサンデーを卒業で、2015年4月から出演していた NHK ラジオの番組に触れた2人、愛のある番組だと振り返った中田敦彦は、5年半出演し続けてきたが6年やれたらよかったと口にした。あと半年続けられなかった理由として中田は、シンガポールに行くということがあるから3月中旬までには行かないといけないと事情を明かし、3月もたつきそうだから、そうなったら改変期だと1個前のタイミングでここしかないということだったと打ち明けた。これに遡り、10月11日には中田敦彦の YouTube 大学、中田ユニバーシティで GACKT とのトーク動画を公開した中田敦彦。GACKT は現在マレーシアに住んでいるが、僕自身も次の春海外に移住したいという中田が、海外移住の先輩としてガクトから話を聞いた。ガクトは日本で暮らしていた頃、お金を持っているはずなのに全然優雅じゃないと気づいたそうで、これまで世界70カ国350都市を訪れた経験から、自分が求める食事や気候、治安や物価などを考えてマレーシアに決めたという。また日本に帰って仕事することを考えて、距離や時差4時間までも考慮したそうだ。ガクトからマレーシアの魅力について詳しい話を聞いた中田は、僕来春シンガポールに行く手はずになっちゃってるんですけどと告白してから、マレーシアをめちゃくちゃ見てみたいと興味津々で、シンガポールからマレーシアに行ってロケしたいと希望すると、ガクトも遊びに来てくださいと中田を誘った。もうご近所さんなんでとにこやかに言うガクトに、中田もガクトさんのご近所認定してもらったと胸をなで下ろしていた。ちなみに中田は7月28日深夜放送のフジテレビ系石橋マキオクベルでも、石橋貴明に海外に住みたい、子供を英語圏で教育したいと語っていて、これが来年の3月に現実になるということだろう。現在311万人のチャンネル登録者を抱える中田敦彦の YouTube 大学だが、 YouTube は移住先から続けるという。ご近所さんガクトの自宅を訪ねる動画も見ることができるだろう。まず最初に、この記事の中で十分書かれていなかった海外移住の理由について説明しておきましょう。中田敦彦さんは他の動画の中においてこのように話していました。日本の中で生活していると、どうしても日本人同士のコミュニティの中での出会いというものしかない。しかし現在はインターネットを中心にして、日本にいながらにして世界の人といつでもどこでも話をすることができるようになった。YouTube 大学の活動を経て英会話のスキルも上がり、海外の人とすぐに打ち解け合って笑うようなこともできるようになったといったことを話しています。ですから海外へと移住し、より多くの人々と交わるということに大きな関心が向いたという話をしていました。そのため日本の中にとどまらず世界へと飛び出していこうという決断をしたという話をしていました。その上でこの記事の中でも触れられているように、日本における YouTube での活動というものは継続していくことが決まっているようです。というわけで、ここまでが中田敦彦さん自身が語っていた海外移住の理由だったわけですが、ここからは中田敦彦さんが語らないであろう海外移住のメリット、そしてなぜシンガポールだったのかの話について私が解説を行っていきます。
皆さんは海外移住するという話を聞いた時に一つ疑問は持たなかったでしょうか。例えば英語をしっかりと学んで子供にも英語教育をさせてあげたいなと思ったとしても、それ日本でもできるよねという根本的な指摘をしたと思います。また海外へと移住するという前提ならば、別に人種のるつぼであるアメリカや、もしくは人種間対立なども見られているヨーロッパのフランスなども、様々な国の人々が集まっている国であり、多様な人種と接触するのであれば、海外移住の先としてはそうした欧米という選択肢があるのではないかという疑問を持ったと思います。しかしここから話すシンガポールの利点というものを皆さんも聞けば、ああなんでアメリカでもなくヨーロッパでもなくシンガポールだったのかというのに納得することができるでしょう。まず第一に、日本で資産を築いた人がシンガポールへと移住することが多い。その理由として最大のメリットは何かといえば、それは完全にお金の話です。税金が安いのです。日本だと累進課税といって、収入が増えていけばいくほどその税率は上がっていきます。個人の場合であれば、それは所得税と住民税を合わせて 55% に達しますし、それに加えて日本は国民皆保険制度なので、さらに社会保険料もかかってきます。そしてこの社会保険料というものも収入に応じて上がっていきますし、その上さらに問題があるのは、日本は少子高齢化問題によってこの社会保険料についてもうなぎ登りになることが分かっており、今後は社会保険料が高騰というものもなかなか歯止めが効かないだろうと言われています。そのため個人の場合であれば、ある一定ラインの収入を超えた場合においては、ビジネスというものを個人ではなく法人化するというのが良いと言われています。そうすることによって個人の最高税率 55% を法人税へと引き下げることができます。ではシンガポールの場合の税率についてお話をしましょう。シンガポールにおいて所得税というのは 22% です。そして住民税というものはありません。ですから日本における最高税率 55% に比べると、シンガポールへと移れば 22% ということで半分以下に抑えることができます。また法人税について言っても、日本であればおおむね 30% 程度だと言われていますが、シンガポールだと 17% 程度に抑えることができます。しかもシンガポールの場合だと、今回の中田敦彦さんの場合は当てはまりませんが、国が定める基準に見合うような研究投資や先端技術などについての法人であれば、法人税そのものを何年間も免除されるといった優遇制度もあります。さらに個人の税でさらに付け加えて言うならば、日本においては亡くなった時には相続税というものが発生しますが、シンガポールにおいては相続税というものは存在しません。つまり 0% です。ですから、これまでの述べてきたように、税金という面においては、収入があればあるほど、その恩恵というものが多大になってくるのです。このような構造的な問題があるために、日本においてビジネスが成功して、収入がある程度の水準に達すると、シンガポールへとその本社やもしくは個人というものが移転することによって税金を抑えるということがビジネス書などでも広く推奨されています。大手企業の会長さんなどがシンガポールに移住していたり、もしくは分かりやすい例で言えば、健在のリクシルという大手企業がありますが、このリクシルの前会長は、日本で税金を納めるのなんてまっぴらごめんだということを平然と言ってのけて、シンガポールに本社を移そうとしたこともありました。ちなみに今この前会長というものは失脚し、リクシルの経営陣としては退いているはずです。では、税金を意識するにあたり、中田敦彦さんがYouTuber としての稼ぎはどれほどあるのかといったことについても解説を行っていきます。中田敦彦さんは YouTube で様々なチャンネルを持っています。一番有名なのは YouTube 大学なわけですが、この YouTube 大学での総再生回数は約5億回です。そしてこの5億回という再生回数から収入を導くことができます。それは株式会社 UUUM というものがあります。この会社は人気 YouTuber たちが多数所属している会社で、この会社は株式上場もしています。ですから事業内容については公開しています。この公開された情報をもとにして、トップ YouTuber たちの再生回数あたりの広告費というものが出てきます。それは1再生あたり 0.3 円です。ですから中田敦彦さんの総再生回数が5億回であるならば、これに 0.3 をかけたことによって 1.5 億円の広告収入が発生していることがわかります。なお中田敦彦さんはそれ以外にも複数のチャンネルを持っていますから、これにプラスアルファが加わってきます。また YouTube 以外においても、ラジオ番組であったりテレビ番組であったり、さらには有料のオンラインサロンや物販なども行っているので、収入としては実際にはもっと多いはずです。ただしスタッフを雇っているので、その分の人件費は出て差し引かねばなりません。
そして一番最初にも述べたように、日本の税率というのは個人であれば最高税率 55%、法人税であっても 30% が持っていかれるものです。ですから、この売上から税金を払って手元に残ったお金というのが収入となります。そして、はっきり言うと、中田敦彦さんの場合、芸人としての収入が過去どれだけすごかったかというのは少しわからない部分があるのですが、少なくとも、YouTube 大学という活動を始めた現在の方が収入は高いのではないかと私は思います。というのも、オリエンタルラジオで一世を風靡した時代であっても、それはあくまでもその場その場限りの収入しか過ぎません。しかし、YouTube 大学というものを見ればわかるように、自分が働いていない間も動画は存在し、再生され続けています。ですから、働くことをやめた後になっても収入を生み出すまさに資産となっているのです。これが以前の芸人としての働きでテレビに出ていた時の収入とは明らかに異なった性質です。そして YouTube 大学という活動を続けることによってビジネススキルの本などもたくさん読んだでしょうし、節税の意識も高まったはずです。実際問題、 YouTube 大学においてもこの投資関連の動画再生というものは非常に伸びています。そのようなことから節税の意識というものは非常に高まり、海外移住の先としてシンガポールを選んだのではないかなと私などは思ってしまいます。また、今回紹介した記事にあるように、日本との時差も少ないというのも確かに良い点です。なお、こういった話をすると、いやいやシンガポールは物価も高いし、特に住宅なんて日本とは比べ物もなくあちらの方が高いじゃないかといった話をされる方もおられるでしょう。しかし、そういった点においても税率が低いということに着目すると、それほど苦になるわけではありません。例えば、日本だと家を買うぞとなったら個人として買うことを最初にイメージしますが、シンガポールのような場所だと法人でまず買ってしまって会社の経費で落としてしまうというのも一つの手でしょう。もちろん会社の経費として家を買ったとしてもそれが個人の資産になるわけではありませんが、少なくとも会社で買ったものを役員の住宅といった形で割り当てれば安い賃料でその住宅に住むことができます。そのようにして個人の所得というものを減らした上で法人にある程度の負担をしてもらうというのも一つの手でしょう。個人の所得税よりも法人税の方が安いのですから、そのようにして税率を下げるというのも一つの手です。また子供の教育という点について言っても、日本にいて子供を海外へ留学させるという手があります。大学の国際ランキングを見ると基本的には欧米の大学がその上位に来ます。例えばハーバード大学であるとかスタンフォード大学や、いわゆる名の通った大学というものは大抵国際的な順位というものも上にあります。一方シンガポールがどうかというと、シンガポールの国立大学は東京大学よりも上の順位にあります。ですからより高い教育を受けさせたいなと思った時に、シンガポールに親子ともども住んだ状態で子供を大学へ行かせよう、良い大学へ進ませようと考えた時に、シンガポールというのも別に悪い選択ではないのです。今回、知名度の高い人物だからシンガポールに移住するよというのが記事になっていたわけですが、会社経営者のような世間一般的には名前の知られていない人たちはたくさんいて、これらの人々は私たちの知らないところで日本でビジネスを行い、その日本でビジネスを行った状態のままシンガポールへと移住するといったことがたくさんあります。これらの人々が海外移住するとき、その時に欧米ではなくシンガポールを選ぶ理由というのは何といっても税金が安いことです。日本国内ではこういった海外移住する人々に対して、出て行きたいなら出て行けばいいじゃないかという具合にして罵声を浴びせる人もいるわけですが、私はそのような罵声を浴びせるのではなく、この問題そのものにもぜひとも解決する取り組みがあるべきだと思っています。少なくとも今回私がメリットとして話した部分、税率の問題について言えば、日本も税金を下げるべきだと考えています。個人の所得税や、そして法人の税率にしても、国際的な競争に全く打ち勝てていないことが今回の解説から皆さんもお分かりだと思います。つまり日本国内においてはお金持ちからどんどんお金を取るべきだという人もいますし、儲かっている企業からもっともっと金を取るべきだといった話をする人もいるわけですが、しかしそれは国際的な視野で見てみると減税競争というものが世界中で行われ、税金というものを意識している人たちはその税金の高い安いを理由にして海外へと移住しやすい環境というものが今は存在していることを意識しなければなりません。さらに言えば、今回のような日本でビジネスの拠点がある人たちが海外へと移住し、納税先は日本ではなく海外へとなってしまうというのは、日本にとっては損失でしかありません。世界では個人にしても法人にしても税金を安くすることによって富裕層や大企業の
誘致というものを進めている、そういった国や地方というものがたくさんあるということを踏まえた上で、日本もこうした減税の取り組みというものをすべきだと私は思っています。皆さんはこの問題についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。さらにはメンバーへと加入してくれる方はお待ちしていますので、ぜひともご検討。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。